将来中日大野雄大34の通算成績を想像してください。多分あなたの思った通りです。84勝87敗防 3.06 ね。100勝しても100敗する大野はいる。80-80 予想やったわ。ワイもこれ。勝敗は大体予想通りやが防御率こんなもんか。何回かき消されたんやろな。去年ライデル2回セーブ失敗したんだけど2回とも大野なのが笑える。79勝74敗 3.04 やと思ったから割と合ってたわ。ガチで84勝84敗と思ったわ。ワイはすごいが一致もすごいんね。言うてチームに迷惑かけてた時期も長かったからな。朝倉のせいやけど、即番なら120勝ぐらいしてそうだな。マジでほとんど思った通りで草。負け越してるのは本人が悪いのか中日が悪いのか。割とマジで 3.34 くらいやと思ってた。もうちょい良かったか。90-60くらいかと思ったけど一時期めちゃくちゃひどかったからこんなもんか。